皆さんこんにちは。365日ずっとネガティブモンスターなアスカです。今日はですね、前にネガティブテストをしたんですよ。動画でネガティブ診断テストか。そしたらすごいネガティブってことがさらに改めてさらにすごい分かって、今日はですね携帯で調べたんですけど、ポジティブになるには15個どうしたらいいか、15選を調べたので、それを今日実践していこうと思います。今日じゃない、今からか。それでは早速やっていきます。言い忘れてましたけど、私すんごいネガティブなんですよ。まあネガティブでもいいのかもしれないですけど、動画ではネガティブで、やっぱりプライベートっていうか普段はポジティブで友達と楽しく、だしネガティブすぎて一回友達にキレられたこともありまして、もうめんどくさいみたいな、ずっと話してたら言われたこともあったんで、ちょっと直していきたいなと思って、今日は今からポジティブになる15個15選をやりたいと思います。はい、ノートにまたメモってきました。ポジティブになる方法15選やった。いつもポジティブで明るい人と一緒に、第1個目とか言うの忘れた。第1個目、いつもポジティブで明るい人と一緒に過ごす。これはそうですね、まずうちの相方がすごいポジティブなんで、相方がポジティブかな。家族で言ったら、家族うち4人家族で、4人家族中2人がポジティブなんで、姉ちゃんが私一番ポジティブだと思うんですよ。なんでそんなこと考えるとめんどくさみたいな、いいやもう楽しく行こうよみたいな人なんで、姉ちゃんと、まあお母さんはまあポジティブなんであんま考えない人なんでね、姉ちゃんとまあお母さんがいるんで、これはクリアできてるんではないかなと思います。与え方もいるんでね。はい、2つ目、顔を上げて深呼吸する。顔を上げて深呼吸、落ち着くってことなんですかね。あ、なんか楽になりました。はい、じゃあ3つ目、無酸素運動をして気持ちをリフレッシュする。筋力トレーニングなんか、やっぱ体を動かすとなんかポジティブになるって聞いたことあるんで、これから実践していこうと思います。はい、じゃあ4つ目、周りの環境を変えてネガティブになってしまう原因を取り除く。ああ、でもどこ行ってもネガティブだと思う。環境を変えても多分ネガティブ、環境を変えたりその日から多分ネガティブになると思うから、そうネガティブになる原因をじゃあどうしたらいいのかって、改善の方向に持っていけばいいのかな。環境を変えるって原因を突き止めて、じゃあどうしたらいいかって、その原因をクリアっていうか、ネガティブになってしまう原因を突き止めて、じゃあどうすればいいかって改善していけば、ネガティブにもならないし勉強にもなりますよね。はい、解決しました。次、目標設定を細分化し、小さな目標、小さな成功を積み重ねる。あ、小さな目標をいっぱい、なんかいっぱい持って、違うか、できることからコツコツ一つずつクリアしていけば、一気にやるんじゃなくて一つずつクリアしていけばいいんですよね。したらどんどん喜びも増えていって勉強にもなって、これ私いつも相方に言われてたような気がします。言われてた、はい。したらいつの間にかできるようになっている。なるほど、小さな成功を積み重ねる。なるほど、やってみます。はい、次、6個目、
明るいファッションに変えて気分を上げる。そうですよね、相方とかもいつもカラフルですもんね。私基本服黒か灰色か、明るい服って着たことないな。なんか自分の中で似合わないっていうのがあって、黒か灰色かをなんか着てしまうんですけど、そうだね、なんかカラフルな服を今度買ってみようかなって思います。規則正しい生活をして健康的な状態を維持する、これは大丈夫だと思いますよ。だって私毎朝5時に起きて22時ぐらいに寝てますので、早い時は20時に寝てます。これは大丈夫。何個目よ1、2、3、4、5、6、7、8個目ですね。ポジティブになれる心理学を学び実践する。なるほど、なんか誰かに失敗学を学んだらいいんじゃないって言われたんで、なんかそういう本を探すなり、どっか勉強しに行くなり、人に聞くなりします。一日の良かったことを3つノートに書き出す習慣をつける。あ、よく私また相方出ちゃう、相方になんか日記つけたらって言われたんで、そうですね、未だにつけてないんで、日記もつけて良かったこと、その中に良かったこと、今日の良かったこと3つ書こうかなと思います。はい、口だけじゃなく、はい、次、人に感謝の気持ちを言葉にしたり贈り物をする。私贈り物をするのは結構好きなんですよ。はい、感謝の言葉、そうですね、私ま全然言えないことはないんですけど、ありがとうごめんなさいがなんかたまに言えなくなる時があるんで、常に人に感謝の気持ちを伝えたり、悪いと思ったらごめんなさいを言ったり、変なプライドは捨てて、はい、常に明るく頑張ります。はい、次、ネガティブな考えをしてしまった時に自己嫌悪にならない。あ、なるほど、自分が悪い、自己嫌悪って多分自分が悪いんだ悪いんだってならずに、あ、なんかまあちょっとは自己嫌悪にもなっていいんだろうけど、なんて言ったらいいんですかね、目標、そのなんでこんな自分はネガティブになってしまったんだろうって考えて、じゃあどうすればならなくなるかっていう改善点を見つけて頑張ればいいんだ。そう、自己設定感が多分私低いんでしょうね。はい、次、心配性慎重などとポジティブな表現に言い換えをする習慣をつける。ポジティブな言葉、そうですよね、ネガティブな言葉誰も聞きたくないから、なるほど、ポジティブな言葉を常に発言を頑張ろうと思います。はい、次、一歩引いて物事を客観視してみる。あ、これよく言われますね。はい、それで考えて改善していけばいいんだって話です。はい、じゃあ次、できない理由ではなくできる考える癖をつける。ん？できない理由ではなくできる考える癖をつける、できる方法を考える癖をつける。私できない、何なんだからできないじゃなくてできる考える癖をつける。なるほど、いいですね。そうだ、確かにできない理由、言い訳ばっかつけてあんまり普段行動に移さないよねって言われる。なるほど、そういうことか。はい、じゃあ最後、他人と自分を比較しないようにする。これ私よくやっちゃうんですよ。よくっていうか毎日かな何々さんはできて私にはできないみたいな、人は人、自分は自分ですよね。ということで15個、まあ、実践とまではいかなかったんですけど、深呼吸ぐらいしかしなかったんですけど、頭の中で考えることができました。これを今日からやっていこうと思います。この15個を